宇宙の音楽はフィリップ・スパークが作曲したブラスバンド曲。日本語題として天球の音楽、天体の音楽といった表記もある。イングランドのブラスバンド、ヨークシャー・ビルディング・ソサイティ・バンドの移植により、2004年にスコットランドで開催されたヨーロッパブラスバンド選手権大会での同バンドの自由選択曲として作曲された。2004年5月1日に、 グラスゴーのロイヤルコンサートホールで行われたヨーロッパブラスバンド選手権大会での自由、選択曲としてデビッド・キングの指揮で初演された。この演奏により、ヨークシャー・ビルディング・ソサイティ・バンドは同選手権、大会6連覇を達成している。古代ギリシアの数学者で哲学者のピタゴラスとその一派が唱えた研究の音楽に着想を得て、 宇宙の創生から未来を音楽で描いた。続けて演奏される7つの部分からなり、テナーホーンの独創により、宇宙の始まりを表す、t コールイ、激しい、ビッグバン、生まれたばかりの地球を描く静寂な、孤独な惑星、地球に迫る危機器である、小惑星体と流星群、宇宙全体が奏でているという、天球の音楽と、ハルモニア、そして宇宙の未来に思いを馳せる。 未知なるもので壮大な集結を迎える。演奏時間は約16分。後に作曲者自身によって水奏楽にも編曲された。水奏楽版は2005年6月3日に大阪市の雑誌ホニーホールで山下和文の指揮、大阪市音楽団の演奏により初演され、その年のウィリアム・レベリ作曲コンテストに優勝している。楽譜はスパークが起こした。 イギリスのアングロミュージックから2004年に出版された。英国式、ブラスバンドの使用楽器、編成に基づく。ただし、リピアノコルネットパートがなく、フリューゲルホルンが2本になっている。ありがとうございます。